2023年12月の5冊に採用したのが背筋近畿地方のある場所についてですえ、真冬にホラーを採用してしまってすみませんでも今年屈指の話題作でありそして実際に良質な小説だったので 12月の5冊に採用してしてままいましたもともとこれ単行本というか本として作られたものではなくて小説投稿サイトの各読むに投稿されていたたくさんの文書群がこの中に入っている文章は過去の雑誌記事であったりインターネットの掲示板の書き込みであったりインタビューの書き起こしであったりそういった本当にあったように見える 文書というものがたくさん積み重なっていってそしてその中には体が白い大男がの目撃情報それから恐ろしい形相で笑う女の目撃情報そういった心霊的な怪異というものがいろんな角度からいろんな場所でバラバラに存在していたはずの雑誌記事や目撃情報というものが1か所に集まってくる。そうすると あれ、この会議って近畿地方にあるあるエリアを中心にして目撃情報が発生していないかそんなふうにだんだんと法則性が分かってくるんですただ分かってきたと思った途端また別の情報が入ってきて何が真実に至るための道なんだろうっていうことが分からなくなっていくこういったかく乱が描かれているところもこの 面白いところなんですこの主人公と小沢くんが話し合いながらこの時の雑誌記事ってこういうことだったんじゃないでしょうかでこれとこのネット掲示板に書かれていることとかブログとかに書かれていることと考え合わせていくとこういうふうに推察できますよねっていうような推理を展開していくんですつまりこの主人公たちが集めてきた一時情報 まあ正確には一次情報じゃないんですけど、えー、と二次情報とか3次情報をこう実際に体験した人とか実際に目撃した人から聞いた伝聞で作った文章っていうものを集めてきているわけなんですがそういったものが何であるのかっていうのを主人公たちが考察して、えー、とこう情報としてまとめていくわけです。まあ、これは芸術作品や世のの中にあるものを どういうふうに読み解いていくかっていうことの縮図でもあります。えー、つまり一つの本とか、えー、一つの映画とかそれからある CD アルバムとか、えー、そういったものがどういう価値を持っているのかどういうふうに面白くてどういうふうにつまらないのかっていうことって作品そのものだけだと語れないんですよね。えー、作品そのものもだだけとと語れないというか うん、作品そのものでは示すことができないそれは二次的にああだよねこうだよねっていうふうに見た人や聞いた人が語っていくことによってようやく元の作品っていうものは輪郭を帯び始める本当の姿というものが見え始めるだから初めはすっごい面白いと思っていたものが語っていけばいくほど友達とだべっていればいるほどいや あの時面白かったっていう感覚は実は錯覚だったんじゃないか。本当はつまらないのかなっていうふうに思いもするしなんかやけに退屈だなと思っていた音楽が友達と話していることによっていやあれ結構すごい音楽なのかもっていうふうに思いできたりするそういうことってありますよね。こんなふうに作品あるいはこう読み解くべきもの まあ文学の世界ではこれをテクストっていうものにしますが、えー、テクストっていうものはあそれ単独では本当は輪郭を持っていない連載時ネット上の連載時どんな風に読んでいたかっていうところをお話ししようと思いますあの私はもともとホラー好きで、まあ、ビビリなんですけどあのホラー小説とかホラー映画すごい好きな人間なんですが 友達にも何人かそういういい人がいるんですよねでそしてまさにこの小説の冒頭で書かれてるみたいにえホラー好きの友達で集まってあの作品ってこうだったよねこのタイプのホラー大丈夫、えー、自分は無理なんだけどさみたいな話を本当によくするんですそういったホラー好きに言わせるとこの近畿地方のある場所についてっていう小説はホラーファンが書いた いろんな今までのホラー映画とかホラー小説とかホラー表現っていうものが好きな人が書いた小説っていうのが一目でわかるんです。このホラー好きとい,いうところについては背筋さんへのインタビューで詳しくお聞きしましたのでインタビュー動画ぜひご覧くださいそして特に私が今回お話ししておきたいのは「謎を残す。 っっててていいいいううのってすごく難難ししし作劇として難しいていうこととこなんですよあれってなんか作中で置き去りにされた要素のように思われるんだけどでもここと組み合わせるとああいうことだったのかなってちょっと想像できるっていうようなギリギリ分かる分からないのラインっていうものがこのうまいフィクションには存在して読者をこの平均台に立たせるそして、えー 事実としてこうこいうふうに読み取れるんだけど想像の中ではこういうことも考えられるっていうこのラインに読者を立たせるっていうのがフィクションの語語りり手手として非常に上手い語り手なんですそれができているのがこの「背筋っていう人なんですよね面白い」っていうところもあるけれども作り手として非常に「尊敬するな」っていう感情がこうどんどん芽生えてくるそういう作品になっていました。そして これ言及しようかどうか迷ったんですが一番最後取材資料という要素が入っていますこれ袋とじになっているのでここを切り取らなくてもつまりここの中身を見なくても作品は完結するようになっているんですが私としてはご自身の目で目撃していただきたいなというふうに思っていますこの動画の続きは「水星ブッククラブ」公式サイトで配信中です オールインワンの読書体験を提供する水星ブッククラブ月額1980円でお楽しみいただけます詳しくはこの動画の概要欄からどうぞ